皆さんこんにちは、カズエンドです。久しぶりの車からのお届けということで、質問コーナーにお答えするという動画になっております。なんか質問コーナーいいね。やっぱり見てくれてる人とのコミュニケーションが取れる場として結構大事だなと思っているんで、この動画内のコメント欄にぜひなんか質問あるって方はね、お書きください。よろしくお願いします。では一つ目からいきたいと思います。たくみさん、今年から高校生なんですが、同級生の女性に話しかけられたら、カズエンドさんだったらどう話しますか？いいですね、この質問。でもさ、どう話しますかって、その女性っていうのは自分が好意を持っている女性なのかな。それによってもなんか違う気がするんだけど、結構僕ね、いたずら好きなんで、なんかいたずらっぽいことしつつ笑わせたりするかな。結構なんかいろんな話し方あると思うけど、やっぱ笑わすってね、一つのテクニックだから。面白くないことを言って笑わすっていうのも一つのテクニックだと思うの。結構芸人さんでもそういう人っているじゃん。その瞬間は全然面白くなくても、あんみたいな、こういうのがあってもなんか場の雰囲気を作るというかさ、そういうのもすごい大事だなと思うし、トークだけで面白いっていうのもないからさ、総合的に結果的に面白かったとか、それでもいいと思うから、頑張ってその人を笑わせてあげるっていうのを頑張ったらいいんじゃないかなって思います。以上。はい、続いての質問にお答えします。直人さん、仕事において営業についてカズエンドさんはどう捉えていますか？私はなかなかうまくいかず思い悩んでいます。営業っていうのはもう本当に大切なものだと思うし、外に出るってことだよね、会社ので。会社の外に出るっていうのはやっぱりその会社の代表として外に出てると思うんですよ。なのでもう本当に難しいことだと思うんで、どう捉えていますかって言ったら、とっても大切なものだと思いますって感じてます。うまくいかずっていうのは営業が取れないっていうことなのかな。これっていうのはもう人間性の部分も出てくると思うんですよ。営業ができる人っていうのは相手の人と人間関係を多分作れてるんだと思うんですよね。やっぱりそこを磨いたらなんかうまくいくんじゃないかなと思います。やっぱりね、会社の代表としていくんで、僕今日ね短パン T シャツなんですけど、こんなねみっともない格好なんですけど、例えば僕がこれでね営業に、この格好でそのまま営業に行ったとしたら、あの人ってこんな格好だけどどんな会社なんだろうって普通に疑問に思う方多いと思いますよね。営業の方を見てその会社っていうのは判断されちゃうんですよ。とっても難しい仕事だと思います。だけど営業がいなかったら仕事って回らないことの方が多いんで、責任感も出てくると思うし、そのなんか逆にね、なんか充実感もあると思うんですよ。頑張ってもらいたいな。で、なんかこれって例えばね、学校が転校したとかそういうのもそうだし、新しい新学期で友達作るっていうのもなんか同じ感じだと思うの。友達関係を作れとまでは言わないけど、その自分が営業する先にね、もう本当にその人と仲良くなって仕事を頂戴するみたいな感覚でいれば、きっとうまくいくんじゃないかな。で、一つの仕事を達成した時にクライアントさんっていうのかな、にとっていい仕事であったら、また必ずあなたを頼ってきてくれると思うんですよ。だから一個一個いきなりね、バーンってその営業のプロなんてなれないから、一つ一つ階段を上がってっていくことがとっても大切なのかなと感じてます。以上です。はい、続いての質問にお答えしたいと思います。ケントサーフさん、いつも撮影しているところは自宅ですか、それとも事務所的な感じのところですか？両方です。自宅でも撮りますし、まあ、事務所でも撮りますし、まあ、外でも当然撮るんですけど、結構いろんなところで撮ってるよね。だいたい週末に上がる写真は自宅が多いです。今の私っていうのをお伝えするようにしてるんで、撮ったものはその日に出すみたいな感覚で割と出しています。なのでどっちが事務所かなとか、どっちがあこれ自宅だなとか、なんとなく雰囲気でわかると思います。で、以前にもね、あの事務所の
私のデスク周りの動画をね公開して、いろんな商品これはこれですよみたいなのをね動画で上げているんで、そちらもぜひご覧ください。以上です。はい、続いての質問です。近藤慎太郎さんで合ってるかな。質問です。モダンコンバット4で愛高橋くんが無双していて面白くありません。カズエンドさんは今年のゴールデンウィークこそ勝ってくれますよね。勝ちましたよ。3本豆腐が上がって、一応全部勝ったかな。2対1っていうね、まあ圧倒的不利な戦いではありましたけど、やっぱりね2人は全然やってなかったっていうところで、まあ、私ずっと1ヶ月ぐらい前からもうゴールデンウィークになったらモダコン対決あるから勝ちたいから練習しとこうと思ってトレーニングをしていたので、まあ、圧勝でしたね。正直ちょっと残念だったけど、もっと練習しとけよって思いながらね勝ちました。で、まあ、結構結果的に高橋くんが悔しがっていて、もしかしたらね、これちょっと高橋くんとも話さなきゃいけないけど、高橋くんのチャンネルでモダコン1対1で差しで戦い合うとか、そういうのができたらいいなとは思っている。きっとそういうの面白いよね。その名誉をかけての戦いみたいなね、もしくは罰ゲームがあるみたいなね、なんかそういうのができたらいいなと思ってます。で、最近はですね、僕のチャンネルの方でもモダコンの動画は試しながらではあるんですけど、いろいろ上げております。皆さん的にね、なんかどんなモダンコンバットの動画が見たい方がもしあったら教えていただきたいです。最近なんかモダコン5もねアップデート来ましたし、そろそろ5やってもいいかなとか思いつつ、でもね、近くにいるローカル対戦の場合は4の方が多分やりやすいんだよね。まあなんかそんなことを考えながら、どうやって動画にできるかなってちょっと日々考えております。モダコン6が出たらですね、それはもう6に行こうとは思ってるんですけど、皆さんもなんかモダコン動画でこんなのおすすめですとかなかったら教えてください。はい、以上となります。またね、冒頭でもお伝えしたんですけど、質問とか何かあったら私なりの意見でしか答えられないですが、何か私に質問があるという方がいたらコメント欄にお書きください。でもなんかやっぱこの質問楽しいですね。いろいろなんか考えるし、俺ってこういう時どうしてんだろうとかすごい思うんで、コメントくださると嬉しいです。じゃあそんな感じで今日は失礼いたします。バイバイ。安全運転で行くよ。